ティンプーは、ブータン王国の首都。ブータン最大の都市。現在の市街地は、ウォンチュ川の作り出した峡谷の西の斜面に広がっている。地方からの人々の流入で中心部の再開発や、郊外の都市化も進行している。景観条例により、すべての建物は、伝統的なブータン建築で建てられなければならない、ことが決められている。 ブータン西部、ヒマラヤ山脈の南東にある盆地の底に位置している。標高は2320メートル。ティンプー圏に属する。この都市は、南西モンスーンの影響を受けて暖かく温暖な、亜熱帯の高地気候であり、欠片の気候区分では、温帯化う気候に属す。南西モンスーンのため、降雨量は6月中旬から9月の間に多くなる。この地域では、 降雨の前に雷と雷がよく降り、積乱雲と雨が天候を支配する。数日間連続して雨が降り、地滑りや道路の閉塞が発生する。小川や河川は膨大な量の森林からの破片を運ぶ。深い水たまり、厚い泥、道路沿いの地滑りは、交通の妨げになる。寒い風、夜間の低温、日中の穏やかな気温、曇り、薄雨。 降雪がこのゾーンの冬の天候を示す。霧は視界不良を引き起こし、これは市内の車両交通に脅威をもたらす。春が近づくにつれて、風景は激しい風と比較的乾燥した、澄んだ空に特徴づけられる。多種存1958年、大阪府立大学の植物学者であった中尾佐助はブータンを探検し、 その当時首都とされていたプナカを訪れた。しかしプナカは人気も人化も少なく荒れた谷になっていた。それに先駆け中尾はティンプーを訪れて王宮で国王に越見していた。この出来事によって同国の首都がティンプーに移転していたことが世界に明らかにされた。それ以前のティンプーは小さな村に過ぎなかったが、 ジグミドルジワンチュク国王の主導で整備が行われ、ブナカからの戦闘は1961年に完了した。メモリアルチョルテン国立図書館国内唯一の証券取引所である、ブータン王立証券取引所がある。国立図書館、ゾンカ語やチベット語の貴重な物典がある。ピンプー市街地の産物の集産地であるほか、近年では、 食品工場や製材所も現れてきた。こうした、蛍光業は主に橋の南側にある。切手の発行も重要な産業である。ウォンチュ川のそばには、野菜マーケットなど市場があり、賑わっている。メインストリートのノルジンラム通りには立派なホテルや、商店やレストランが連なっている。王立ブータン大学をはじめブータンの学術、教育の中心である。 ブータン国立伝統医学院はチベット医学の系譜を持つ。時計広場空港はないが、ティンプーから西のパロにブータン唯一の国際空港がある。鉄道はない市内交通はバスが中心だがトラムの計画がある。国内各地と南のインドと結ばれているほか、パロ空港とはティンプーの間の道路で結ばれている。市内には交通信号がなく、 警察官が交通をさばいている。ティンプーチュチュウェザーベスヒストリカルウェザーフォーティンプブータンウェザーベス2011年12月10日閲覧ありがとうございます。